どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今日なんですけども、クラロワ初心者さん向けの動画を作ってみようと思いました。言ったら僕先日ありがたいことに展開行かせていただきまして、これからクラロワする方とか、友達がクラロワ始めたんだけど、基礎の基礎教えるのめんどくさいからこの動画見てみたいな感じで、送れるような動画を作りたいなって思って作りましたんでね。クラロワを始めたね友達とかいたら、この動画わかりやすいよってわかりやすいかはわからないけど、教えていただければなと思います。それでは今回の動画ではクラロワ初心者講座ということで、クラロワの超基礎を解説させていただこうかなと思います。カードの相性だったり、今どうやって戦うか、毎週ですねこのクラロワ初心者講座アップしてますんで、ぜひもチャンネル登録お待ちしてます。それでは行きましょう。ポン。クラロワにはですねたくさんの種類のカードがございます。盾役ユニットって言われる、 HP が高くて攻撃はゆっくり、そして施設に攻撃するっていうのが主です。まあゴーレムとかが最初のねトロフィー隊では使われやすい、ゲットしやすいんじゃないかなと思うんですけども、まあこのようにジャイアントであると、相手のタワーに向かっていって、このね、HP がめちゃくちゃ高いんですよね。なんで、この後ろにアーチャーとか、マスケット重視とか、ベビドラとか、つけてあげると、相手のタワーをね、すごい、落としやすいかなというふうには思いますね。このように、タワーに殴っていきます。そしてですね、はい、こちら見ていったんですけども、高火力ユニットっていうキャラクターもあります。ミニペッカとかマスケット重視と、まあ、一発のダメージが大きいカードが、当てはまるんですけども、はい、このようにですね、相手が例えばジャイアントとかを出してきた時に、これどうやって守ればいいのって結構ね、疑問に思う方いらっしゃると思うんですけど、このようにミニペッカとかで、これ見てください。瞬殺できるんですよ。まあ、瞬殺はできないんですけど、これで言うとまあ4発ぐらいですか、タワーダメージ合わせて、このミニペッカなので、まあ、盾役ユニットっていうのはね、倒すことができますと。そして、群れ系ユニット。群れ系って、まあ、スケルトン部隊とかゴブリンなどで、まあ、HP は低いんだけど、大勢で、もう何、多勢に無勢っていうのわかんない。ちょっとことわざわかんないけど、大勢で戦っちゃおうと。こういうね、なんていうの、相手の一撃が重いカードに対してすごい有効なんですよ。ほら、見てください。たくさんのね、スケルトンで囲んで倒すことができるので、なんていうんですかね、この3種類のカード、っていうのがまあ基本的にはキーになります。そして、まあこれ範囲攻撃ユニットですね。ベビードラゴンとかバルキリーのです。複数ユニットにまとめて攻撃するので、この範囲攻撃系ユニットは、群れ系ユニットに対して強いです。まあどういうことかというと、まあ群れ系ユニットの、スケルトン部隊に対して、ベビードラゴンは範囲攻撃なので、このように、たくさんいるやつに対して、範囲でズドンズドンズドンって倒していけるという、まあカードの特性をね、理解してもらえると、クラロワ、まあ結構立ち回りやすくなるのかなと思いますね。まあ基本的にはこの、まあ4種類とかで、構成されてます。あとはまあ呪文とかあるんですけど、それはまた別の、機会に、話させていただくのかなと思います。そしてカードには相性があって、その相手の出すカードを見て、まあ自分の出すカードを選んでいきたいんですね。例えば相手の、相手のまあミニペッカに対しては、こういうのようにスケルトン部隊を合わすことで、簡単に倒すことができます。そして、このようにですね、ジャイアントが向かってきたらミニペッカと。まあジャイアントに対して、群れ系のカードでも強いですね。スケルトン部隊とかゴブリンとかでも、まあ戦いますけども、このように相手の、相性にいい相性を出していきたいですね。そして、クラロワはですね、まあ、ある程度、まあ、基本的には後出しが有利なんですよね。はい。そして、キャラの射程を覚える。これ結構大事です。まあ、数字で言うと、プロフィール欄にも載ってるんですけど、いちいち射程5だな、こいつは、とかは覚えなくていいんですけども、あとはまあ、近距離ユニットなのか、あとは遠くからこう出すのかみたいなのは、見ていただければなと思います。そして、遠距離ユニットは結構ね、HP が低めです。なので、基本的には遠距離ユニットは、ジャイアントとか、盾役ユニットの後ろに出すっていうことを意識するとね、かなり立ち回りやすいんじゃないかなというふうに思います。ジャイアントを出して、まあ、このね、ジャイアントを単体で活かしてしまうと、相手さ、ミニペッカとか、あとは、スケルトン部隊で守ってきちゃうんですよね。それに対して、盾ってことは後ろに攻撃部隊を置きたいじゃないですか。ジャイアントの後ろに、このように、アーチャーなどの遠距離攻撃を置いてあげると。そうするとですね、相手結構守りづらいです。ジャイアントを、こうやってね、まあ、何で守ってくるかは、まあ、ぶっちゃけわからないんですけども、はい、このように、アーチャーが攻撃を受けずに相手の、タワーをチクチク無限に攻撃することができます。もちろん実戦ではこのアーチャーに対して、ゴブリンだとか、相手もカードをね、防衛してくるんですけども、基本的にはこういう盾からの遠距離攻撃っていうのを、作るとね、かなり、形として、攻められるので、おすすめの攻め方となってます。そしてエリクサーなんですけども、エリクサーコストがもちろん必要ですよね。これはわかると思います。5だったら5減るんですけども、溜まっているエリクサーに対して、ですね、まあ、2.8 秒に1溜まる。こんなの覚えなくていいですよ。こんなの覚えなくていいよ。もう、ピーピーピーってなんか溜まってくなーって思うんですけども、この9点、ほら
このね、銃に溜まると溢れ出てしまうんですよ。まあ、使えなくなっちゃう。もったいない。これ完全にもったいないです。なので、エリクサーは 9.5 ぐらいで出して、これ結構マニアックなんだけど、これ結構大事です。9.5 ぐらいで出すと、ほら、溜まりながら、また溜まってくれるの。うん。9.5 に出すとすごいおすすめなんで、やってみてください。10溜まってから出すと、その、溜まんなくなっちゃうんですよね。うん。なんで、この 9.5 に出すっていうのを、意識すると、かなりね、立ち回り、変わってくるんじゃないかなと思います。ということで、今回はかなり駆け足で、クラロワのほんと基礎の木っていうところをね、説明させていただきましたけども、毎週このように、クラロワ初心者講座、清々を、ね、こんな雑魚がね、これなんで、こんな雑魚が語ってますけど、もしね、クラロワ始めたよっていう友達がいたりだとか、あとはもう、もちろん検索して、見てくださった方々、ぜひとも毎週更新してますんで、ぜひともこちらからチャンネル登録、お待ちしております。そして、過去のね、クラロワ初心者講座の動画もありますし、僕がクラロワを実際に戦ってる、こいつ本当に上手いんかと、下手ですごめんなさい、僕ね、下手なんですよ。だけど頑張ってます頑張ってるんでね、ぜひとも、他の動画も見ていただければなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。